この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。足を振り抜いたシュートをネットに突き刺さりました。いいシュートでしたね。見ているこっちも気持ちよかったですからね。矢のようないいシュートでしたよね。早くも1点先制と幸先いいですね。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。スルーパス、もうこれいいでしょ。足元でシュート、あっという間の2回で手のキック。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分位置でボール出ましたね。そうですね、まあ、人のイメージ通りの場所にここというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールでしたね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引っ越し、本当に難しいですから、見事なゴールですよね。手を揺さぶってできたコースにしっかり打ってきましたよね。シュートでしたね。フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。これはチャンスだ。右サイド上がっていきます。右サイドから上がります。激しいボールの奪い合いです。スリッチ、シュート、ゴールキックです。ヘッティヒ、ミゲルマナス、パラシオ、さあルイス・スアレス、アンドレアス・ペレイラ、ローカ、ローカから緩いフィードボール、このパスはキーパーへ。ティティパン、一人で行くのか。
ミドル。これはもったいない場面でした。多少距離あってもね、これ打っていく姿勢が大事ですよね。ペッティジ、アンドレアス・ペレイラ、パラシオ、チェナティップ、フリーだ。ホームランとしては、まあ、そのまま突っ込んでいくか、球を作って味方を使うかっていうところでしたけどもね、強引にドリブルでいきましたね。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。誰が予想したのか、前半で3対0、調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。しっかり守りながら攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。3点差をつけ後半に向かいます。早々とこの後半始まっています。プレッシャー、ここはキーパー処理しました。ローカ、アンドレアス・ペレイラ、チェナティップ、ディーラス、この距離から打つ姿勢がいいですよね。まあ、今みたいに打てるときにどんどん狙っていく姿勢も大事ですけどもね。プレスからボールがこぼれる、大きく縦へ、これはオフサイドです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ホーム側としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。さあ、ここから持っていく、ミドル、チェナティップ、あと少し、今のは惜しいシーンでした。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事ですよね。このゲームの主導権を完全に抑えています。ミゲル・マナス、ミゲル・マナスからパラシオ、ローカ、ホーム側としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。抜けてくる、さあシュートに行けるか、シュート、どこまで点差を広げるんでしょうか。
するプレーヤーこそワールドクラスだとどこか思うんでしょうね。触れて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。今日2点目のゴールです。現在圧倒的な強さを見せています。アンドレアス・ペレイラ、ローカ、最後に終わったところで長い笛、お入りで敵を全く寄せ付けない強さで勝利しました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。ホーム側としては攻撃的で迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンを見れましたしね。はい、そうですね。